タイガース4連勝で貯金ついに13でございます。イエーイ、皆さんやりましたよ。皆さん貯金13でございます。皆さん聞いてますか。デーゲーム今シーズン負けなし12連勝、デーゲーム絶対負けへん。まずはね、皆さんこれから行きましょう。マルテ選手決勝ホームラン、よっしゃー、ラパンパラ映せよ。なんでラパンパラの瞬間相手ピッチャーの顔ドアップにすんねん。映せよ、そこまでセットじゃ、まあ、今日の試合ね、阪神、マルテ選手タイムリーヒット、先制タイムリーヒット打つも阪神ことごとくチャンスで打たれへん。ダブルプレーばっかり、1回2回3回全部ダブルプレーあったんかな。休養明けの大山選手もね、チャンスで打てない、ちょっとやばい。まあ、その大山選手のね、ちょっとエラーも、悪送球のエラーもありまして、阪神タイガース、2対4とね、リードされるも、けど6回やってくれました。代打陽川選手同点タイムリーヒット、やった。ちょっとスタメンではちょっといい結果ね、前の試合出ませんでしたけども、今日は代打でいい仕事してくれた。そして7回にマルテ選手が勝ち越しホームラン、そして8回にはドラフト6位中野拓夢選手がプロ第1号ツーランホームラン、やってくれました。今日3安打、まあ、走塁もナイス走塁ありました。あの陽川選手のタイムリーヒットの時、1塁からホームイン、あれも素晴らしい走塁やった中野拓夢選手。これドラフト6位ですから。そして9回にはね、大山選手、今日当たってなかった大山選手が、タイムリースリーベースヒット、そしてサンズ選手がやってくれました第8号ツーランホームラン。ハッピーハーンズやりましょう。ジャリーサンズレッツゴー、やってきました。サンズ選手第8号打ったかと思ったら、次のバッター佐藤輝明選手、ホームラン数並ばれた佐藤輝明選手が第9号ホームラン。いや、これとんでもない打線ですよ。行っときましょうか。カット合わせてる。すいません、最後ちょっとミスっちゃった。サンズ選手が8号ホームラン打てば、佐藤輝明選手第9号ホームランだぜ。やばい、ほんまにこの打線やばい。今日はね、西投手がね、ちょっと、打たれちゃいまして、5回4失点。まあ、たまにはこういう日もありますが、帰ってことで、今日はね、淀川、ゴールデンウィークの淀川河川敷に来ておりますけども、ちょっとちらほらちょっと遊んでる方たちがいますけどもね、これは一つですよ。皆さん一緒にお願いします。阪神優勝や。